どうもおはようございます。藤夏健でございます。さあ、今日はですね、広告で見かけたバックファイトというゲームをやっていこうと思います。装備して合併してアップグレード、まあまあまあ広告で見た感じですね。まあこれ剣同士で合併できて、はいはい、まあまあこんな感じでセットして戦うみたいな感じ。ああなるほど、戦いはもう完全オートですね。なるほど、もうセットしてしまったらあとは見るだけみたいな。はいはいはい。でウェーブ的な感じかな。ああまあクリアするごとに新しいのが出てきて、またパズル的なことをやれと。はい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 、オッケー。まあどんなゲームか把握しました。で左上にですね、めちゃくちゃ小さく、波9分の2って書いてあるんで、まあステージ9まで行ったらクリアってな感じかな。オッケー。あ、変な形のやつとかも、ああ、ちょっとミスった。戦闘をしたら勝手に飛ばされた。まあまあまあ、ちょっと進める限り、どんどん進んでいこうと思います。はい、だいぶ強い感じにはなってきて、次がラス面なので、まあ、ボスが出てくるのかな、みたいな、感じですかね。で、物をこうタップすると、何秒で、攻撃するよとか、どんなアイテムですよとかも、まあ一応わかるようにはなって、る感じですね。やっぱり3マス埋める武器は強い、1マスのやつは弱いみたいな、まあ、かなり分かりやすい感じには作られてますね。でボス出なかったですね。普通にクリアですね。 OKOK、でなんかお金みたいなのをゲットして、はあはあはあ、 OK、 あーなんかまあアーチャー伝説感がありますけど、はあはあはあ、なるほど。あ、これで、これでダメージが 5% 増えたよと。おー、バックがちょっと大きくなった。エピックとか出ると熱いぞって感じですね。まあまあまあ、なんか最近のブードゥー様はちゃんとしてるな。なるほど。これ、全合併できないですね。これもうレベル3のナイフなんですけど、レベル3同士はもう合併できないから、レベル3でレベルマックスって感じですね。なるほど。だからもうこれ以上は無理だな。オッケー。まあ、大体ちょっと仕様は分かってきました。弱ってる敵に攻撃するとか、再 HP が高いやつに攻撃するとか、武器によって、何を狙うかとかも、結構違うぞと。なので、結構ね、何を装備しとくかとかが、結構戦略大事な感じですね。で、このお金があると、一応、なんか、このショップで買ったりできるんですけど、攻撃力アップとかが欲しいですね。回避とか、装備いらないですね、今のところ。おぉ、なんかいい宝箱じゃない？おぉ、クロスボウ。ああ、強い！ 1.85 で。ああ、ダメージめっちゃでけえけど、これ3マス、きついな。共存でけへん。この辺捨てないと。いやー、これ無理だよな。共存ができない。でもちょっと見たいもんな。クロスボウがどんだけ強いかちょっと見たいから、一応これでいくか。紫やしな、なんかあからさまに強そうだもんな。いやー、手数少なくない？クロスボウ出ない。あ、出たけど、クロスボウにせんかったらよかった。ちょっと待って、ちょっと待って。やばいやばいやばい。やばいやばい。終わった。ダメだ。ああいう誘惑に負けちゃダメですね。ちゃんと手数多くないとやられちゃうよと。結構むずいぞ、このゲーム。これラストウェーブです。ラストウェーブですが、今回ブーメランとバットがめっちゃ強いんで、だいぶ余裕ある気はするけど、まあ、ちょこちょこダメージは受けますが、まあ、シールドもちょこちょこ溜まっていくのでなんとかなりそう。あいつなんだ、天使みたいなやつ。まあ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 、 OKOK 勝ちました。ステージ2クリアしたけど、もう結構きつい感じにはなってきてますね。敵のバランスが結構、ちゃんといいです。ブードゥー様らしからぬ、ちゃんと、設計されたゲームだなっていうイメージですね。普通に楽しい。で、進捗トラック。まあまあ、なんか新しい武器も解放されていくよと。これ、普通に面白いゲームですね、どうやら。
さあここから8倍速でお届けします。このゲームバランスが非常に素晴らしくてですね、この武器がめちゃくちゃ強いとかいうその万能なやつが特になくてですね、回復のやつ、シールド作るやつ、攻撃のやつみたいな、そのバランスも結構ちゃんと考えないといけないし、ちゃんとレベルを上げないとクリアできないで、レベル上げたら逆に割とギリでクリアできるぐらいの絶妙な、バランス調整がなされているので、やっててねすごい楽しかったですね。このゲーム、ブードゥー様のゲームの中で今までで一番ちゃんと面白い、そんな感じでした。あーボス、ちゃんとボスおるやん。このゲーム何めっちゃちゃんとしてるんですけど、今回、私シールドが結構強いので、あの手袋がですねシールドをこの時間ごとに貼ってくれるんですよ。そのシールドがなくなるまでは HP が減らないので、回復アイテムはもう持ってないんですけど、シールドの方が早い、ダメージ受けるよりシールドの方が早いので勝てそうだ。いやーいいですね、ちょっと時間はかかりますが、まあまあまあまた時間の問題ですね。 OK、よしよし。あーやっぱね本当に運もあるね。宝箱から何の武器が出てくるかの運も結構ある。あーそういうとこも含め面白いねこれ。いやーもうきついぞ回復もないし、あーこれ爆発ゾンビが鬱陶しい。爆発ゾンビが、あーもうこれ無理だな、これは無理だな。いやーちょっと待って、マジで1ステージ進むごとにだいぶ壁が高くなる、から結構これなんでしょう、今までねこういう系統のアーチャー伝説に似たようなゲームっていろいろやってきたんですけど、全てに共通してたのが体力性っていうところがあったんです。なので体力が回復するまで次が遊べませんよだったんですけど、このゲーム体力性じゃないから無限に遊べちゃうんですよ。で、まだあの、左から2番目のやつ、アンロックしてないから何かわからないけど、まあ、多分、僕の予想が正しければ、オフライン報酬だと思うんですが、だから本当に時間かけながら、ちま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 レベル上げ、あとは前のステージに戻ってスタミナをゲットする、とかを繰り返して、ちょっとずつ進んでいく感じの、かなりバランスの取れたゲームですね。で、ただ、広告はまあまあ多いです。あのステージ中の広告はまあまあ多いけれども、まあスタミナもないしストレスは少ないかな。ちょっと待って、ダイヤゲットしたけどガチャとかねえのか、アンロックされてないだけかな。ガチャがないゲームがあるわけがないからさ、これがラストウェーブですけども、あ危ないか危ないか、セーフ。あーいけたいけたー、やっとクリアできたー。まあこれでね、ちょっと広告見ていきます。さあ、ステージ5がどんぐらいむずいのか、ちょっと見ていこうと思いますが、もう本当に1個、ステージクリアすると前の章に戻って、クリアして広告見て、お金ゲットして、レベル上げて、それを続けないといけないので結構根気のいるゲームではありますね。ただまあ一応ステージ1とか、あー広告、だいぶちょっと武器が噛み合って一発クリアできました。あーギアがアンロック、あ宝箱ガチャが6章まで来てやっと解放なんですね。あーまあちょっと強くなるシステムもあるよと。はいはいはい、まあアーチャー伝説と同じ感じのガチャですね。まあ1個だけ出てくる感じかな。ダンディーハットゲットしました。さあもう1丁、あーちょっと強いんじゃない、爆発ルーン。あーはあ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 、でこれでまあ装備4個だけか、 OK、まあ、これで多分結構強くはなるよってな感じかな。ただこれ期待してたオフライン報酬がなさそうなので、がっちりやっていくしかないですね。本当にこれはやったらやっただけ強くなるゲームっていう感じですね。さ、約3日ほどちま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 進めて、現在主人公のレベルが7で、このルーレットをまあちょこちょこ解放できたよと。でこの宝箱がですね、なかなか開けるチャンスがないんですけど、開けたとてなんか4種類中2種類しか出なかったんです。今の本は3種類目かな、これは帽子だな。4種類欲しいのよ。
ああ、そうですね。いや、8個ゲットしてさ、4種類全部がないのよ。やっと、あ、これパーセント 42% 上がるのめっちゃでかいわ。まあ、これでちょっと強くはなったかな。あ、これで、小8クリアできるかもしれん。でかいのよ。なんか左下のやつがまだないからね、服が。服がないのよ。よし、じゃあちょっと小8、これ、ラストプレイにしようかな、もう。ちょっとだいぶここで止まってたんですけど、さすがに攻撃力 40% 増えてれば、勝てる気がする。よし。ちょっとあとはもうここの運ですね。ここら辺からもうマジ運ゲー。で、下手に合併しちゃダメです、最初はね。これは合併していい。まあしゃあない。合併せざるを得ない。で、この爆発ゾンビとかももう普通に出てくる状態になってます。もう似たようなゲームの広告。このステージはウェーブ9までなので、あと3ウェーブですね。ブーメラン欲しいけど、広告見るほどではない。広告見たら負けだと思っている。どうでしょう。ハンマーと槍がとにかく今攻撃力高いのと、この雪玉が非常に僕は好きで、敵を2秒間止めてくれる。さあ、あと2ウェーブ。生きてえなー。これクリアしてえなー。いらない。全部いらない。もう、正直今、だいぶ強い。エリクサーだけもう1個レベル上げたいけど、あー、無理かー。これは無理か。どうだ。これワンチャンあるけどな。さあ、ラストウェーブかな。次が多分ラスト。次しのいだ俺の勝ち。あー、エリクサーが強いのある。まあ、これだな。うん、これ、あ、ポーションね。エリクサーじゃなかった。ポーションでした。まあ、なんでもいいっす。ポーションで回復しながら戦えれば、なんとかなる。あいつ、あの脳みそ、脳みそがやば。あー、終わる。あー、終わった。クリアできませんでした。ウェーブ、小8がやっぱだいぶきついですね。はい。ということで、今日はバッグファイトというゲームを紹介させていただきました。これマジで普通に面白いゲームですので、なんかいいゲームねえかなと思って探してるような人にはシンプルにおすすめできるゲームでしたね。ということで、ぜひともダウンロードして遊んでみていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。